こんにちは、こうです。視聴者さんよりご依頼をいただきましたヒーリングをお届けしてまいります。このようなご依頼をいただきました。娘が発声障害という病気で1年以上声が出にくかったり震えたりでとてもとても困っています。病院で教えてもらったリハビリを続けたり、心の問題かもしれないから心に関する動画を見させたりしてきましたが、なかなか改善されません。娘の場合は過緊張性発声障害といって、舌の付け根あたりの筋肉が緊張して硬くなっているため声が出しにくくなっています。喉が締め付けられてうまく声が出ないという状態で、あくびをすると少しだけ出しやすくなると言っています。それで先生にお願いなのですが、直接舌の付け根あたりの筋肉が柔らかくなるように働きかけていただきたく、動画を作っていただけないでしょうか。はい、娘さんが過緊張性発声障害なのですね、お話しいただいた通りですね、喉が締め付けられてうまく声が出ない状態なのですよね。人によっては普段は話せるのにある場面だけ話せなくなるなんていうこともですね、あるので、ですからご依頼くださった方も、心の問題かもしれないと、思われたのかもしれませんね。はい、ということで、アプローチはですね、最初に心、そして舌の付け根で、他に首とか喉に対してもですね、行ってまいります。それでは始めてまいります。はい、それでは最初にですね、心にアプローチしてまいりますので、声が出しにくい場面があれば、その場面をほんの少しでいいので、ほんの10秒くらいでいいので思い出してみてもらってよろしいでしょうか。ずっと声が出しにくい方は、どこの場面でもいいので、なんとなく場面を想定していただいて、でこのヒーリングを受けてみてください。この場合も10秒くらい思い出していただくだけで大丈夫です。では参ります。
次に肉体へのアプローチをしてまいります。あとは何も思い出す必要はございませんので、リラックスして受けてみてください。完了です。はい、本日は課金制発声障害へアプローチしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。次回もどうぞよろしくお願いします。またね。